ちた落ちた落ちた。ただいま、どう？嘘。にゃ。生きてる？あかゆ。生きてる？落ちた。なんか急に止まった。そしたらまた止まった。離席ループしてたの？離席？私離席してたの？私はずっとここ。はい。空飛ぶペンギンが喋ってたら。空飛ぶペンギンが。ただいま喋ってたら、私なんか離席でループしてたの怖くない？わ誰？ねえもうゴロゴロしたくなってきた。ゴロゴロしたくなってきた。もうリコちゃんゴロゴロしたくなってきた。ウッポさんミラボありがとう。フクちゃんウケるありがとう。バリーありがとう。あくびし終わった瞬間？あくびしてた？パリーさんありがとう。コビットヒューありがとう。ミラボフォーユーさんもなっちゃんコンコンもミラボフクちゃんもありがとう。パリーさんウケる。なんでウケるの？なんかおかしいね。コラコラしていいの？しなはれ？フクちゃんたい焼きありがとう。ゴロゴロしちゃいな。 していいよ。ゴロゴロしな。ほんと？じゃあちょっと、でも私今日しないといけないことがあって、まず幻じゃない、まず食費の経費、食費の生産して、食費の生産しないといけない。久々にゲームをつけてみよう。ホコリやん。出てこない。ピーマン大好き。みんなも踊ればスーパーも。ふう、ふう、やっほー。オフの日ってこんな感じ。私のオフの日ってこんな感じ。なっちゃんハートありがとう。ゴロゴロスペース確保してた。経費今日までだけど、ちょっと滑り込みでさ、滑り込むよ。私は頑張って頑張ってどうにか滑り込むぜ。なんかプリプリしてるような気がする。そう、今日まで5日までなの。マリーさんキノコありがとう。くしゃくしゃレシート。なんかほっぺがプニプニしてるっぽいから髪の毛で隠す。ああ私ほんといつまいつでも寝落ちできる。小人さんミラボーありがとう。小型ペンギンさんキノコのリス、キノコとリスありがとう。なんでバリーさんキノコのありがとう。福ちゃんもキノコありがとう。フォーユーさんもハートありがとう。手はグー。わあ、福ちゃん、キノコありがとう。バリーさんもキノコありがとう。おやっきーさんもキノコありがとう。わあ、オフってこんな感じ。フォーユーさん、キノコありがとう。フリッツの顔いい。
え、本当にもうずっと私今日は脳が起きてない。今日はずっと無音？白菜？寝てみてバンされるか検証してもいい？そう、脳が脳って言ってさん、それタワーなんじゃない？福ちゃん、ミラボーたくさんありがとう。小型ペンギンさん。スクショの仕方やば。プニプニがさ、加速してない私。やばい、トペンギンさんもプちゃんも見ればいい。そうじゃん、目をつむると離席っていうさ。そうだった私たち。山猫ポーズさん、ウケるー、ありがとう。違うよ、プリプリが可愛いの。プリプリの方がいい。ねえねえ、人差し指さ、逆向きになってめっちゃ痛いんよ。なんか多分本当にこんな顔の赤ちゃんいるよね。始皇帝ペンギン。めっちゃ面白い、始皇帝になっちゃった。めっちゃ偉い。バディーズさん、ハートありがとう。そう、かけてなかった今ここ最近。頑張って、頑張ってって。確かに逆向きに塗るような、塗る絆創膏とかがいいのかな。かかわちい。これからさ、秋、冬になって乾燥の季節が来る。こちょこちょ私さ、頑張れば効かないかも。ちょっとやぐ。コビトさん、キノコありがとう。キノコ。きのこのお子、あの子元気の子。通知オンにした？スカムキア、あ、それいいね。ねえねえ、今もう暦の上では秋なんだよね。目を開けたまんま寝ていたわけではありませんよ。いけるいけるいける。ねえねえ、アスミンなんて言ってないよ。え、8月
8日が立秋。え、いやもうめっちゃ秋じゃん。七並べ今夜はいっぱいしよ。もう秋なのよね。あ、眠い、やばい。こう、だいぶ前から秋だった。暦では晩秋、フリーズしたのかと思った。もう目を開けて寝ていたかも。わあ、ルーカスさん、ウケる。笑いだけありがとう。笑いだけ、ルーカスさん、キノコありがとう。11月8日からが冬。聞いてくる。食費の生産頑張る。食費の生産絶対するから。寝てくださいすやん。いってらっしゃいよ、キン。待ってるよ。フリーズドッキリ上手。私がさ、みんなのお家のペットとかだったらさ、これ今ペットカメラ、ペット今、あ、眠いんだなって。この配信は何時までしようか。好きなだけする。ハワイとはチゴガチ、たい焼き、ワン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 。ペットカメラ右下のボタンを押すと餌が出る。あ、やだ、餌だ。たい焼きも餌だった。やばい、おたあめさん、キノコ餌だ、やばい。本当に私ペットになってる。黒たぬきさん、たい焼きありがとう。キヨニーもキノコありがとう。やばい、餌が来た。餌の種類増えた。たい焼きだけかと思ったらキノコも。おたあめさんありがとう。にゃんこ先生、キノコ、あら、19時半は、あらと言っても1時間半起きてるかな。テイカーさん、たい焼き。ふたあめさん、氷。あ、氷もあるのか。ふわゆうさん、キノコ、氷もありがとう。食べ合わせすごい。筋トレしながら見てる、えらい。19時半に備えておめかしせんとって思ったけど、メイクしたくない。ふたあめさん結婚して、ご飯ですか。結婚して、っておいしい、食べられる。福ちゃん、たい焼きありがとう。たい焼き、うわー眠っちゃいそうだよ。寝落ちとかってさ、どうやってわかるんかな。あ、この子寝落ちしたとかさ、わかるもんなのかな。プニプニ、ご飯、結婚詐欺、ご飯だよ。わさびか。
ホワイトはチコが父の子ありがとう。5分だけ寝てみる。いい。じゃあ寝言だけで配信する。やらないことがたくさん、やらないといけないことがたくさんあって、ご飯作ってる間に寝ててくださいって。藤やんさん、たい焼きありがとう。昨日はご結婚祝いでお食事行った時、いろんな結婚のねお話をしたんですよ。でなんか結婚ってあの結婚ってなんかずっととその人と一緒にいないといけないわけじゃないですか。だからそれは大変だっていう話になって、で私ああって思った。あー美味しいご飯を食べさせてくださいと思って、そしたらあママみたいな人と結婚したいママみたいな人と結婚したいと思った。私なんか常にママとだったら普通に常に一緒にいれるしと思って、ああだったらママみたいな人と結婚したい、あーご飯美味しいご飯作ってくれる人がいいな、うん、あー安らぎか、ドキドキと安らぎか。メール9つも止まってた。なんでメールテロしちゃった。パパじゃないね。そうママみたいな人と結婚したい。そう。でもさママだってさすごい頑張ってくれてるじゃん。ご飯もお洗濯もお掃除も。ありがたい。美味しいご飯を作ってくれる人がいいかも。でちょっと洗濯してくれる人で、お掃除が得意な人で、寝てても許してくれる人、うん、一生寝てても許してくれる人いいよね。パパも頑張っ、確かにパパは確かにそうね。いるのかな、みんなは家事好き？逆専業主婦。紐ですね私。結婚できなさそうだよ私。今日も君は可愛すぎて泣いちゃう。泣かないで。にゃむにゃむ。うん。ご飯とお掃除が得意で、寝てても許してくれる人。一生寝てたらどう？私が一緒にご飯作ろうや。あ、それならいいかも。お手伝い程度ならママやん、マジママじゃないか。それならいいよ。たい焼きじゃない、ハンバーグ、ハンバーグ。あ、1日4時間は確かに起きてるから大丈夫。確かにお互いは感謝し、あ、お金持ちさんをやったのか。毎日おいしいご飯作るよ、優しい。ほんと台所味付け頑張ってくれる。あー次におやすみ。お小遣い制？でも私そんな物欲ないからな。家事とかメルカリで生きていきたい。ちょっとメルカリで
3食おやつ全部 TKG だった。何おっさん、喉におっさんがいるの。おっさん、三つ星レストラン主婦パートナー、おー三つ星シェフ、いい、あ、小坊さんみたいな感じ、おっさんになるんだ、いろいろあるんだ私小坊さん。犬は実家に犬がいます。確かに褒めてくれる人がいいね。褒められると伸びる。あ、あ、洗い物は洗濯好きならもうお任せします。あ、結構みんな私の求める条件にぴったりじゃないですか。確かに家ではあんまり料理凝ったりしなさそう。お店では凝るけどみたいな。やっほー、でも私お掃除、あ、お料理できないよ。あ、でも頑張ろうと思えばできる。でも私の舌って肥やした方がいいのかな。すごい、5日前のステーキがパスタに、ステーキがパスタ、確かにこのあとすぐレシート生産するんだろうな。その言い方がどうだろう。寝る。できる子。私今さ、もやしの上に豚肉が乗ってて、それなんか蒸されてて、その上からポン酢と黒胡椒かけて食べるやつ食べたい。あれセブンに売ってるやつ。わかった、これ生産せないけん。うん、みずき結婚して、手が滑った。本当にそうなるの。手が滑りすぎだよ。私昼の3時ぐらいからずっと生産の現実逃避してるよ。昼の3時もあーってベッドの上にゴロゴロしながら、あー生産書、生産書かなきゃ、あーでも眠いな、ちょっと寝てみようかな、あれ4時半だ、こんな感じでした。はあ、小型ペンギンさんファイトありがとう。うん、ファイト一発頑張らなきゃ。えもう小型ペンギンさん、キノコタワー、キノコタワー、でもやる気を出すための配信だよ。みんなとおしゃべりして、うん、元気になって、心から、うん、ナポリセンサーいいね。
ますが、あ、生きてるだけで偉い工藤は生産するからもっとちょっと偉い。あ、褒め上手ね。でもね、私あれだよ、お部屋の片付けもしないといけない。なぜかというと、ちょっと乱れてる。一旦寝るか。こんばんは。でも腹筋もしたい。あ、厳しい。起きろ工藤。情けないやつ。寝れる。寝れちゃうよこんなの。あくびしちゃった。じゃあ福ちゃん、きのこありがとう。逃避しちゃう。うっぽさん、ミラボー、ありがとう。携帯ぶん投げちゃダメよ。大好き神月ワトランさん、ペンライトありがとう。チキンヤロー七人の、わっ、あ、え、なになに、あ、じゃあ寝と、ね、これなにこれ、なにこれ。ねえ、なにこれ、こりゃあ、お眠がす、なんかさ、可愛かった。飲み行ってきます、またね。投げ逃げ、飲みとかじゃないんじゃない、もうさ、何、各国のなんかもう偉い人の首脳会談とかなんじゃない。首脳会談じゃない。スクショスクショ、頑張ってスクショした。すごい、レミー、いける。待って、ネミーとか言いながらさ、コロコロしてることをさ、今全世界に発信してるんだよ私。ネミーアイドルの裏側だってさ、6時半、平日の6時半にもなってもさ、ネミーって言ってゴロゴロしてるんだよ。チキンヤローの何なのか、ロウソクありがとう。こんな配信にタワーが立つなんて申し訳ないよ。見てくれてるだけでもありがたいのに、各国の首脳と、そうだよ、高雪さん、レインボースターありがとう、小型ペンギンさんもファイトありがとう、ファイト、優しい。でも私もこんな、みんなもさ、もしかしたらさ、休日こうなっちゃうみたいなさ、ことあるかもしれないじゃん。
僕の推してるアイドルもこんな感じだから、僕がダラダラするのは悪くないなと思ってほしい。大好き神崎渡郎さん、ハートありがとう。優しいねみんな。共感半端ないか。生きてるか工藤って。生きてんで。でも今日久々になんか一日中寝てた感じ。今まで結構実家にいても、まあ確かに寝るのは寝てたけど、でもあんまりそう、なんかそんな一人でみたいな。はい、じゃあ ちょポケモン、ポケモンの鳴き声こんな感じありそう。起きるか、さて起きるか。なんか本当になんか眠そうな人の顔してして起きるか。ダダこねないで、ボサボサ。今私そう背中にちょうちょいで、これナナさんのファンクラブの T シャツ。眠いけど起きてきたよ、みんなと話して。絶対さ、夜覚醒する。リコッチ見てたら1週間サボってた腹筋ローラーしないとって思えたわ。どういう意味？こんなになり、こんな感じになりたくない。反面教師。私もしなきゃしようって思ってた腹筋。よし、分かった。レシートをまとめる。ボサボサ。おはよう。やる気スイッチが、うん、小型ペンギンさんファイトありがとう。レシート見せて。どのくらいでも取れない。あっちにあって取れない。わたあめさんハートありがとう。フリマルおばかさんキノピオありがとう。ふくちゃんもリコ間違えた。キノコリスリコって言っちゃった。リコじゃないこの子。キノコリスはリコちゃんなの。ありがとう。大好き神崎渡郎さんハートありがとう。
平日の夕方6時半に優しい肌きれい優しいコロコロうん立ちたくない気持ちわかる優しいなんかさ絶対幼稚園の先生になれるよねレシート見せてみてって言って書かせる大作戦でしょあちょっとその気にさせる作戦みたいなよいしょよいこれとこれこれとこれが今のところのまとめてたやつだけどその中からまた選別するの仕事終わった後癒される立ちころえ立ちころえら誘導うまくない生産しないとその自腹になるしおはようございます思ったより少ないいけるぞ工藤うまくない？ほらあとちょっとあとは腰を浮かすだけうまくない？にゃーん。テイカーさんファイト。ありがとう。じゃあリコチならすぐ終わる。優しいじゃんさテトリス勝負だけしてからやっていい？この女終わりや。この女はもうあれテトリスどこ？なんじゃそれアプリで読み込められないのられた出せないねねえ面白いんだけどじゃあちょっとテトリスそうテトリス頭使うからさ終わらせてからやりなさいすぐ道外れるんだからみんな優しいんだけど終わりや言葉いるもう違うこと現実逃避がすごいそう前髪たんだよね、テトリスってロシア生まれだそう日付順で生産提出でもてうんきっといっぱいきっと今日提出する8月分ですね8月ですひき肉ですのイントネーションで言ってみてちょっとだけよダラダラにも程があるやろ確かに片付けてたら本とか読んじゃうタイプだよをね、テトリス起こすんですまずはこれは S がいいの絶対ちょっとだけって言っておきながら2時間だよねハンデはもう激辛でS とテイの戦いでございますテトリスの後は七並べと予想七並べ絶対9時からするからよしよし始まりましたんご久々にするかもけど劣っていませんねテトリス。あ、いらっしゃ。
私って本当に怠惰な人間だけど、やるときはやるよ。リップクリーム、やばいんご、どこにも行けないんご。何するのよ。やばい。すい。スピニング。もう負け確だよ。テイとは違って私全然自主練してこなかったから。危ない。やばい、チキンやろ。7位の氷ありがとう。日付順にね、まずは絵でもなんかワンちゃんママがやってくれてるかもしれないの。それをママって偉大だよね。私さ、工藤理子家を買うっていうし企画やってほしいの、 STU チャンネルで。私本当に、あん、私本当に広島にママとつぶちゃんとボボちゃんで暮らせるお家が欲しい。工藤理子家を買う、すごい。家をもらうがいいな。そんな買えませんよ。物件を見るあれがしたいな。なすすべなし。おしまいです。つんだもち、つんだもち、あい、つんだもち。かゆい背中が。工藤理子家をもらう。負けました。背中が痒くなった、負けた途端。積んだ餅ただいま。みんな頑張って稼ぐんやで。頑張りますで。小屋さんはどれくらいで、うん、面白い。いい、車を買う以上ですね。あ、部屋を借りる、部屋を借りるがいいね。ホワイトチコガチたい焼き、ありがとう。マネージャーさんもきっとさ、この配信見て絶対呆れてるよ。石炭の日なの、アーナの日だ。めっちゃ面白い。積んだ餅、え、ハワイ、確かにハワイ。でもさ、ハワイの別荘、現実へようこそ。ただいま。暑くなってきた、この部屋暑い。それとも私、小型ペンギンさんファイトありがとう。え、家賃そんなん超ダメだ。あー、現実だ。家賃3万円で住めないかな、どこか。ねえ、本当に
うだうだしちゃうかも。嬉しいと。確かにタワマンの最上階どんな、体が熱くなったら寝る手前、眠いから熱いのかな私。キャンピングカーは確かに。クックンワイプさん結婚し、わーわーわー、今これが私の答えです。わーわーわー。じゃあもう一試合する。一旦アイス食べていい？本当に食べたい。確かに犬もさ、寝る前の耳ってめっちゃあったかいよね。もうさ、みんなも呆れて、はぁ、リコチ、そんな感じで配信見てない？呆れてる？まだ私のこと見捨てないで。 Tスピンできるようになりたいのけど全然できないよ。テトリスにテトリス返しすな。ホールドすな。でもこんなんで呆れてたら多分ここまでみんなついてきてないよね多分。だけどもう以前からずっとこんな調子じゃん、配信、私の配信すごいよ。みんな私のことを寛容な心で受け入れてくれて。みゃー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 。長いの、長いのがいいの。おいっす、いいものをあげる。長いのください。長いのください。お、肩、親父ギャグ、親父ギャグだった。お、長いの来た。長いのがないのやばい。寛大、あ、勝っちゃった。普通に勝っちゃ、長いも来た。福ちゃん、たい焼きありがとう。ホワイトあちご勝ち、ありがとう。たい焼き、しれっと2戦目始めてるんだが。チキンヤロ7人のバカ、愛称ありがとう。ミキヤくん、ハートありがとう。今日1日眠いんでしょ、実は。なんでよかったの。オッケー、勝ったし、やるか。だー、私、年の離れた妹、可愛すぎて、嫁じゃないの？かかゆい。確かに年の離れた妹感強いかもね。私、アイス食べていいの？本当にアイス食べるよ。よ
食べ。もう妹やん私本当に。もううるさい妹がいるんだよねって。食べたら宿題する。ほら妹チキン野郎7人のおばか。アイスありがとう。ふふふふふ。歌雨さん結婚してしょうがない。結婚するか。私の意見はアイス食べたらやるんだよ。どうぞどうぞ。はい。これからまたあと1回もう1回も1回が1時間2時間2時間続く。確かに終わってから食べた方、終わってからの方がゆったり味わえるけど、今食べてちょっと幸福感に満たされるっていうあれにしよう。まださセブンイレブンでさ買った大きいアイスのやつがさ全然なくなんないからさ、早めに多分消費していった方がいいんだよね。コカ・コーラのコップにお水入れた。やばいマジで本当になんか妹みたいな喋り方してる。みんながもう年の離れたさお兄ちゃんお姉ちゃんに見えてきた。やばいもう赤ちゃん帰りしちゃう。やばい本当にダメよ。私の頭の中のお姉ちゃんダメよって言った。あもうバニラ出してた。なんかすくう前にすなんかスプーンとかをさ水で濡らすといいんだよね。きっと分かんないよ。人に言ってるよ。この人適当に喋ってます。でもなんかそんな気がするのよ。まずはアイスをホリホリして、この時間とかめっちゃソワソワするのかな。明日ってさ結局どんな企画なんだろうね。しゃ、あ、なんかいっぱい来た。なんかいっぱい。なんかいっぱい来てる。なんかやすくんウケるタワー建てた。わあ、ウケる。ちょっと待って私の目のさ目のここにウケるって来たんだけど。なんかすごい。わお、高幸さん結婚して。結構結婚結婚ガエルってさ結構泣きそうじゃない。え、私のスマホどこ。あ、ここか。結婚ガエルさんって結構って泣きそうじゃない。福ちゃんミラボありがとう。いい感じになってきた。みんな褒め上手。かき氷でしょう。わたあめさん愛称ありがとう。おりちゃんきのこありがとう。チキン野郎7人のバカミラボありがとう。わたあめさんハート。福ちゃんたい焼き。みずきちゃんみずき。私もうちゃんづけダメ。尊いありがとうね。ここかゆくなった。あ、日付順にしてくれたの優しい。スターツのいさまさんミラボー。やすくんミラボーの10連。福ちゃんも大量にミラボーありがとう。わたあめさんやすくんハート。福ちゃんミラボーすごい。福ちゃんたい焼き。わたあめさん音符。はじすけさん氷。やすくんウケるタワーすごいありがとう。怖い。フォーユーさんハート。わたあめさん音符。福ちゃんウケるタワー。ウケる
受けるだけさんありがとう、みずきとうとうありがとう、やばい頑張れって。明日の今頃絶対やばいよね。絶対さ明日はさなんかの発表じゃない、わたあめ。強く書いたらあかんで。わかった分かった。お兄たん、お兄ちゃん、お兄たん、私リアルお兄ちゃんがいるからそんな お兄たんとか呼ばない。お米お米かな。そうバレンタイン企画。じゃあ今からいただきたいと思います。休校生みんながさもう背中をすごい力で押してくれたからさ、なんかうまくもうまっ食べ方何だからさ自信もあるよ、もしかしたらっていう期待も。でもそれ以上に自分はもしかしたらっていうさ嫌な予感もある。うん、すごい。わたあめさん、うまありがとう。え、タワーくださった方待っててね、今日いっぱいいただいてる。バリーさんにもヤスくんにも小型ペンギンさんにもありがとう。チョコソースはってまだチョコスプレー、カラースプレーかけたい。か、今度買ってこよう。何タワーなんだろう。そうね、目指すわ一等賞センター。幸せになろうな。そう、あ、これ業務用です。お茶碗で食べてる。おいしい。はよやれ。かわいいね。はよやれ。くじ引きってやばくない？運じゃん。運使い果たしてない。あ、ジャム塗るのか。いちごジャムあるよ。業務用アイス。うん、ご飯茶碗で食べるアイスが一番おいしい。食べ方が一番気持ち悪い選手権したら私絶対1位。え、私今日さ練乳直飲みしちゃったからもう残ってないんだよね。私ここに練乳かけるのが一番好き。夜はヨーグルト。うん、これアイスなの。アイスなの。今日食料がなくって、でもお家出るあれがなくって、いいやと思って、どうにかこうにかちょっとエネルギー欲しいなと思って練乳直飲みした。そう、私もショールームで練乳直飲みしたらもらえるかな。
練乳もらえたら本当に嬉しいんだけど。アイス優しい。ほう、お金がないのって、アイスしか食べれないぐらい弱っちゃったのって。そんなことないよ。でもペイペイは今日は今月は1万円だけで乗り切るつもりだから頑張る。やばくない？普通に頑張る。私はアイス飲み。じゃーん、ジョジョジョ、シシシのすけさん、たい焼きありがとう。明日どうなるんだろう、本当に。明日の20時、確かにオートミールと卵はあるから。でも今日は塩分抜きたかったの、練乳を。アイスは主食です。最後の塊。うん、初見ありがとうございます。かわいい。そう、ペイペイ1万円だけで生きる月間だから。ヨーグルトじゃなくてアイス実はアイスでした。茶碗舐めてもいい？優しい。昨日すごい贅沢なお食事会に行かせていただいて、その時もうこのお皿にたくさんのペーストがさ、ピッピッつけられてるじゃん。そこをさ、 ねじり取ってまでさ食べたかった。ねじり取ってまで食べたかったけど、さすがにお行儀が、お砂糖がと思ったからやめました。私のお砂糖はいい方だと思うよ。ママにちゃんと大切に育てられたと思います。だからちゃんとやめました。でも一人でいる時やっちゃうかもしれない。一人でいる時は良くない？自由だよ。ペローンはしないよ。フォークでビヨーンってする。ごちそうさまでした。うん、痛い目に行くね。うう、そう、あるでしょ。うん、なんか披露宴とかもなくって、普通に恋ラジのメンバーで、あの、おめでとうございますってした。わあ、じゃあレシート頑張るぞ。お砂糖が知れる。うん、恋ラジのあの木村彩子さんのご結婚のお祝いだよ。つぶちゃんに憑依してもらうか。そしたらもうめっちゃ綺麗になる。小型ペンギンさん、ファイト優しい。ずっと見守ってくれてる、うだうだりこちゃんを。下落ちのひさまさん、ファイトありがとう。優しい。頑張る。テトリスする？ほらー、誘惑してる、みんな。ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ、ダメ、ダメだよ。ほら、みんなが言ってる。私のいろんな人格の中からみんながダメだよって言ってる。誘惑に向かって。ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。ほら、いろんな人格がダメだよって言ってるでしょ。ああ、頑張ります。まずは、おお、明日のスケジュール来た。
ケジュールっていうか、なるほど、午前中のスケジュールが来た。配信のスケジュールはまだです。多分ね、あれじゃない、みんな頑張って考えてると思う。かゆい鼻が怖いとあちこがちファイト、ありがとう。ハートもありがとうね。フォユさんハート、フレマロバガさんもハートありがとう。やるしかない、やるしかない。よし、8月のスケジュール的にはここは出ませんな。あ、ここは出るんじゃないでしょうか。でやっていくんです。予定8月、はい、探しましょう。そしたら私1位になれるんだわ。ん、もう見つかったかも。こっちか。あ、ダメかな。大声コンテストに出場する。あ、これだな。これ大阪府のセブンイレブンとか使ってるよ。ね。今日使うペンはこれ。画面固まってた？大丈夫？読みやすく丁寧に書きます。名前を書きます。生産します。もう私はやるってなったらやるんだから。そう、ちゃんとね、経費、敬意を持って、経費じゃない、敬意を持って。誰？ん？優しい。何時から？これは10時55から。昼食。バタロンさん、バターメさん、リコチーロペンライトリア、生産頑張る。レシートに貼ります。あ、レシートを貼ります。じいさん、キノコありがとう。キノピオ。次は
かな。大好き神崎渡郎さん、バラありがとうね。大変だよ、敬意を持って経費精算。見てくださる方がねに、やっぱりありがとうの気持ちを込めるにはやっぱり丁寧に書くことが大事だよね。多分だけどこっち、ない。じゃあこっち。セーフありました。大丈夫だよね。オーケー。セーフ。バーディーズさんありがとう。キノコ。新曲 MV 見たい。どうにか。冷やし中華の、もうさあれさあ、え、あれ冷やし中華じゃなくてあれだ、きしめんだよ、きしめん。いまだにさあ辛いもん。ああ、あれが出てたらまあいいよ。それ以上に美味しかったんだもん。きしめん、きしめん、きしめんは経費の生産の時になくて、もう生産するぞって勢いできしめん買ったけど、なんか出せなかったから。昼食。そう、700円。大きいよね。これは
見て、このペンめっちゃ書きやすい、めっちゃ書きやすいからめっちゃ経費によって、経費の紙一回青いペンで書いたことがあって、ダメですよ黒いペンで書いてくださいねって言われたから、ちゃんと黒いペンで書いて、もう結構もう3年前とかですね、4年前よ、3年半前とかかな。わっわっ、浦部さんたい焼き、キノコキノコリス、受けるだけ、受けるだけありがとう、わっわっ。でこっからですね、人生方向にさ、キノコリスありがとう。このボールペンめちゃいい、なんか地球にも優しい素材が使ってるよって。止まってない、もう職人になったの？ついに私は職人になったの？ただいま経費の精算中です、食費。食費8月29日もうね終盤ですよ。この日はダメかな。いけるで。諦めんとき。ぶっかけうどんが食べたい。あ、セブンイレブンのピリッと辛キュウめっちゃ美味しいです。キュウリのね、とりあえず出してみようね、いいことだ。そう、ピリッと辛キュウめっちゃ美味しい、めっちゃ美味しいです。あのひじきとかそういう系のコーナーに売ってるんですけど、あのキュウリのね、一見キュウリのなんか浅漬けみたいな、めっちゃ美味しいです。なんであんなに美味しいのってぐらい、一本漬けでもないんですけど、めっちゃ美味しい。あー、この日は特に頑張った日だな。
と桜投げもめっちゃ美味しいけど、なんかあ唐辛子まぶしてある、ピッピッピッって配信で使えば経費ならないよ、経費にならないよ。あー割とっと、当日は当日やる気スイッチ入った。そうアイスとかさ、そう辛いきゅうり、あうどんいいね、パック入り、パック入り一本漬けじゃないやつなの。そうお役目の日とかね、アイスとかは含まれないよ。やる気スイッチ入った。ミニアイス最高じゃないか。お仕事やる気スイッチ君のはどこにあるんだろう、あ見つけてあげるよ君だけのやる気スイッチ。ダメですね、きっとミニストップのすんごいたくさんアイス買ってるんですけど、どれも出ませんね、きっと。もう私は出てくださるよね、出してくださるよねって気持ちで。お願いお願いって気持ちで貼ってみよう。
だって主食がアイスなんだもん。ほんとめっちゃ私生活オッケー出すでしょぐらいの気もするね。オッケー。それでは1枚のレシートを計算していきます。おーイエーイ。これが全部出てくれたらの話ですけど、よし、これをね、明日お願いします、押したいと思います。あ、そうじゃん、書くところ忘れてた。ありがとう教えてくれて。全部マルルの名前を承認者として書いておきます。やばい、名前誰この人ってなっちゃう。オッケー、いつも承認してないんだけどなって言われます。オッケー、できたよ。みんなできたよ。無限テトリスモードに入っていいの？わたやんさん、金魚っ子ありがとう。わたやんさん、たい焼きもありがとう。みゃんこ先生もありがとう。嬉しい。じゃあテトロテトロ、ホワイトアチゴガチ、お疲れにとうとう、ありがとう。ありがとう。差し入れしたら緩くなるかな。ホワイトアチゴガチ、ありがとう。あ、ごめんなさい。すごい。かわいい。ふくちゃんありがとう。かわいい。キノコの胞子とともに。かわいい。見て。めっちゃかわいかった。優しい。ゆうさん、だるま、ありがとう。ホワイトあちごがち、きのこもたい焼きもありがとう。リスタワー、ふくちゃん、ん、並べ、あ、よかった、21時かと思った。ふくちゃん、ありがとう。きのこリスのタワー、ありがとう。かわいかった、いっぱい。ありがとう、すごい。純利益9億円弱？何それ。嬉しい。ちょっと待って、テトリス3戦目いきます。どうしたらティースピンできるのかな、忘れちゃった。
するなよ。テトリスよ。テトリスやで。おわっこり。基地並べする？21時からしようかなと思ってたけど、もういいかな。うん。資本的債務負債があるの。なんで配信で人気なの？なんで？え、人気ですか？私。なんでみんな私のこと好きになったの。渡辺さん大好き、神崎渡辺さん、ありがとう。リコチーロペンライト、してみる。いいよ。何万稼げるか。あくび出しちゃった。ねえねえ、業務連絡返すね。よし、七並べしよう。七並べ。4位続いたら私も。あ、私は今自分のところで9位。じゃあ7時30分、あっちの時計合ってない。おお、すごい。うわー、こんにちは。すごいすごい。筒井あやめさんからですか。もう筒井あやめさんについてはもうずっとライブでポニーテールをしてくださって本当にありがとうございますって言いたい。可愛すぎますって伝えたい。すごーい。筒井あやめさんの乃木曜日からですか。ありがとうございます。すごいすごい。タムナマヨです。ちょっと全然違う。タムナマヨです。え、本当に七な、乃木曜日から見てくださってありがとうございます。伝えておきます。やった、また君かいって言われてる。一面、いつもありがとうございます。これ何、自動と、自動飛び飛びサービス。これ久々、自動配信とびとびサービス久々。すごーい。ミーグリで伝えておきます。だってカスさんいいね、ありがとう。すごい久々。いつもなんか手動で来てくださってる方とか。そう、手動でも来てくれたの嬉しい。自動ですか。手動、今日は自動。すごい。お久しぶりです。皆さんこんにちは。タマナマユです。ねえ、みんな聞いてほしい。じゃあさ、私さ、もったいなくて一人で見れてなくてさ、ずっとさ大切にさ大切にさ保管してたさ、見てほしい。じゃん、田村真由さんの写真集。すごい。じゃん。嬉しい。これじゃあちょっと一緒に見る会開きませんか。私ずっとあの大切に、そうそうなの、嬉しい、ありがとうございますだよ本当に。でこれをねずっと一人でもあの見るなんて申し訳ないなと思って、なんかもったいないなと思ったから、みんなで見ませんか。じゃあ一緒に。ふっぽさん、ミラボありがとう。浦部さん、渡山さん、たい焼きありがとう。今日は朝もう絶望的に、もう絶望的な朝を迎えたんですよ。もう眠くて眠くてたまらないっていう朝だから、田村真由さんと久保しおりさんのあの
あの新幹線のアナウンスの乃木坂配信中をあの見て元気出しました。フレマルおバカさん、ありがとう。キノコ福ちゃん、ありがとう。キノコリス、キノコリス、渡辺さん、フォエさん、ありがとうございます。まだね未開封なのでちょっと開けていきましょうよ。ヤッホー、ルームのフォローありがとうございます。鼻血出ちゃう、ほんと輸血必要なのでは。そう、さっきね食費の経費の生産終わらしたのでちょっと嬉しいご褒美ですね。田村真由さん好きよ。でも久保しおりさんもすごい好き。え、マジさ、あの二人の仲の良さがさめっちゃ出てて可愛すぎましたよね。テンション高い久保しおりさんが可愛い。でもなんか久保さんは三期生さんで、田村真由さんは四期生さんじゃないですか。ちょっと待って、田村真由さんは四期生さんじゃないですか。なんかここでなんかあの木を越えて仲良くなってるの素敵やって思って。生きてましたよ皆さん。ああ来ました。そう、テンションの良さが良かった。では、うわー、ちゃいましょうか。カレンも、そう、遠藤さくらさんのカレンも私ぜひ、ほんと、それでは行ってきたいと思います。ポストカード、かわいい、ちら、かわいい、ドアップのやつです。やばい、めっちゃかわいい。唇プルプル、かわいい、唇プルプル、わー、肌めっちゃ綺麗、わー、私は写真集出してないんですよ。ちらでは、かわいすぎないか。8時間かかっちゃう。すごい可愛い。このヘアメイクした人天才ですよね。田村真由さんの良さが引き出すぎてる。この犬になりたい。おお、犬になりたい。可愛い。これ1枚これ1枚ね、乃木坂のマネキンさんね、そう、名付けられてた。かわいい。なんかもう写真から田村真由ですって聞こえてくる。すごい顔が。おー、恋に落ちた瞬間始まりました。ぽーゆーさん、キノコありがとう。確かに広島ね行きました。皆さん可愛かったけど、ほんともう選べない。犬になりたい。犬になれる。かわいい。白いワンピースが似合う。かわいい。顔がいい。顔がいい。私も写真集出すの夢です。もし私が写真集出したら、その時は皆さん見てくださいますか？広島行きましたよ。2日目。あ ?1 日目？うん、2日目。行きました。神宮はね、行けてないんですよ。買います？爆買いします？嬉しい。ほんと？手動でも来てくれてて嬉しい。犬役やる、だって。犬になりたい、犬になりたいよりすごい発言だ。産毛がかわいい。オフ、一緒でした。おー、ゼブラさんありがとう。会場で見た気がします。ひときわ目立っていましたか。48冊も嬉しい。2日目行った、嬉しい。同じ空間にいたんだ。私は2日目だったらあれですよ、
井上凪さんが言葉にねちょっと詰まってる時に頑張れみたいな感じにファンの人が言うんですよ。頑張れ、それで凪ちゃんはもうすでに頑張っているだろうって言ったのがめっちゃ好きでした。あれはもう MVP です。もうメンバーさんじゃなくもうそのファンの方がもう MVP。 つまり推しはトーク撮ってるのは山下美月さんです。やっぱりねちょっとおおおお、あみあみ山下美月さんの、そう十分頑張ってるだろうって言ってて素敵やないかってそうなりました。あったね、爆笑した私も。嬉しい、フォローしてくれて嬉しい。フォーユーさんありがとう、キノコ。でも山下美月さん、私結構やっぱり斉藤飛鳥さんの、本当に斉藤飛鳥さんがずっと好きだったから、ね、1日3通来るからさ嬉しいのよ山下美月さんね。でそれで斉藤飛鳥さんがずっと好きで、で乃木坂さんももう箱推しでも、わかる、デコピンめっちゃ可愛かった、レンタンってなったよね。オタクだったら私レンタンってなってるよ私。レンカさん可愛すぎましたね、おおって。でさくらさんもおでこを恥ずかしそうになんか出してて、いや可愛いってなった。見ていいんですかおでこみたいな気持ちになりました。おいくつですか？21歳です。私しかも私もメール7つ送ってますね。いやデコだし、なんかそんな恥ずかしそうに、そんななんか顔をあからめながらおでこをねチラッと見せてくれるさくらさんに、見てはいけないものじゃないですか、大丈夫ですか、見ていいんですかって、そうそう思いました。可愛かったよね、好きです。岩本蓮香さん、ぽゆさんありがとう。きのこトークやってるの、リコチメールっていうのを送ってます。 STU のモバイルメールを送ってて、18時くらいと思った、ほんと。でもいつもはちゃんと、いつもはメイクしてるよけど今日はメイクせず配信、もう今日はずっと寝てたんです、私今日一日中。だから10代かと思った、本当です、好きです、そりゃみんな好きです。そしてあやめさんも可愛い、 Oh my god! Oh my god! 肌ですそう優しい、チャームよ、可愛いって言ってくれるの嬉しい。すっぴんメイクしなくて可愛い、前髪すぐ触っちゃう確かに昨日はねちょっと忙しくってあんまり送れなくって、今日はココナッツも送ってるのか、可愛い、優しい、優しいね。撮ってくれるの、リコチメール、何してるか多分もう、でもメンヘラにならないよ、だからみんな、あリコチこういうことしてくれるんだね、よかった安心したやるかも。ご期生で気になるのは、最初お披露目の時見て、あ可愛いと思ったな、ほんと富里奈緒さんで、そしてあの考えないようにするとか、もうなんか震えながら披露してる姿にすごいなんか私はグッときて、高校生ぐらいかと思ってた、嬉しい、そんな優しい、可愛いなんて言ってくれて、リコチメール嬉しいよ、TGC 可愛かった、似てる、でも系統似てるって言ってもらえて嬉しいな。もうなおなおさんのアクリルストラップとか持ってます、大切にしてます。ぽゆさんありがとう、きのこ、そう生でさ見たよそれ、私はトロッコでね、与田祐希さんが近くに来てくれて、与田ちゃん行かないで、さくらさん、さくらちゃん行かないでなってましたね、震えながらさ、そう初披露だったんだね、もうたまらんくてグッときましたね。皆さん可愛かった、なんだろうな、びっ
くりしたのは本当、うん、叫びでした。もう、うん、もう喉が痛くなるぐらいもう叫びました。完全にオタクしてました、広島公園では。でも、うーん、びっくりしたのはあのレノさん、中村レノさんの本当等身バランスの良さ。お顔がちっちゃくってスラーって、体があの背が高くって顔がちっちゃくってお人形さんのようじゃないですか。もうびっくりしましたもん。で髪の毛がその時はストレートヘアだったんですよ。もうびっくりしました。え、誰この美少女、ってなりました。そう、ケンタッキーさん、たい焼きありがとう、フォーユーさん、キノコありがとうね。 X のアカウントはね、インスタグラムはないんですけど X のアカウントはあるので、ぜひフォローしてくださると嬉しいです。レッツチコチコです。ね、スタイルエグすぎてわかる。でもあのなんかの曲の時に遠藤さくらさんと久保しおりさんが新芽になってて、え、良すぎないこの新芽と思いました。遠くから見てて顔ちっちゃくてすごい華奢な2人、手足長くてところめっちゃいい、バランスいい新芽やって、ちょっとドキドキした。カジュさん、レインボースターありがとう。え、ね、美女爆発してたよね。フォロー嬉しい、ありがとうございます。フォローしてくれてるよって、嬉しいです、してますよって、嬉しい、仲間だよ本当にね。ヨーロッパ人形だよね、本当聞きっちゃう、嬉しい。うん、でもね、ブログよ、私結構ブログとかなんか頑張ってるメンバーとか、そう、オタク、マジオタクなんですけど、マメなメンバーとかすごい好きなんですよ。だからすごい、池田テレサさんはそういうとこすごいマメだし、ボリューミーだし、もうそれはもうずっと初期から変わってないじゃないですか。あのリレーブログの方でも最初からすごいもういっぱいたくさん書いてて、あーもうすごい、この方はすごいなーって思って、友達になれそう、なれるね。 STU はね、ライブあります。瀬戸内7県を拠点にしてるんですけど、広島で主にライブすることが多いですね。でも、あ、東京に行くこともありますよ。フェスとかで9月10日にオンコロライブ、池袋で開催されるオンコロライブっていうのがあって、そこにねゲストとしてあの出演させていただきます。無料でね見れるライブで、あのチャリティーイベントなんですよ。なのでもしね9月10日暇かな、見に行ってみようかなと思ったら池袋ぜひお待ちしております。あとは9月18日にファングフェスっていうのにも出演させていただきます。でもそれはもうね、あれ終わっちゃったんですよね、チケットが。だからそう、え、わかる、忙しそうな人、ブログさ手抜かないの本当にさすがだよって思う。論文だよね本当に、論文レベルでボリューミー。そう、そして ST48 とね現在ツアー中なんですよ実は。もうね、でももう千秋楽に向かって走ってて、私が次出るのは8月、あ、もう9月ですね大丈夫そう9月29、30、そして10月1日の大阪公演ですね。大阪公演と広島で行われる打ち上げ祭に出演することが決まってます。確かに明日はね YouTube で謎のねなんか配信があるから、明日の8時とか暇だったらぜひでもあれは本当にメンバーも分かんない謎のイベントなんですよ、あれ配信なんですよね。コラボとかできたら嬉しいよね。そう、次は新潟なんですけど、私はね新潟出ないんですよ。そう、謎、あれは本当に分かんない。なんか巷では縦読みすると新選抜っていう文字が読めるんですよね。だからなんか発表があるのかって噂になっております。マスタングさん、キノコありがとう。ああ、猫舌、そっか、残念。じゃあもう二窓でね。
棋譜もね出てないんですよ。出たいですね。そういうのは選抜メンバーが出てて、私は選抜メンバーには選ばれていないので、そういうのは出れなくって、でもね選抜に向かって頑張っているのでね、次とかまたそういう機会があればね、次はまたみんなに選抜に入って会えるといいなと思ってます。マスタングさん、キノコありがとう。すっぴんです。今日はねもうずっと寝てたよ。アンダーなんです。でもさ、なんだったっけ、アンダー曲踏んで、あの松尾美優さんの踏んでしまったみたいな、もうすでに踏んでいるみたいな、えって、今までのなんか乃木坂さんの曲にはないようなさ、ジャンルの曲で、なんかちょっとボーカー踏んでしまったか、ありがとう教えてくれて、ボカロみたいな感じでさ、すごいなんかかっこよくって、物語感があってすごい好きでした。応援するって嬉しい、応援せなあかんなって嬉しい、ありがとう、優しい。でもどんなね結果になっても優しい。かっこよかったよね。わあ、ゼブラさん、キノコありがとう。これ忙しいの？そうなの？パフォーマンス絶対やばいよ、あれすごい。なんかちょっとそんな感じだった。初耳は生ドルね、出てみたいです。いつか乃木坂のメンバーさんに応援してみたいです。ね、頑張りましょう選抜。演出感動した、絶対感動するね。あれはなんだったっけ、シンクとマグカップの柿作さんのお二人の、私はもう好きですね、ああいう世界観。コールが忙しいのか、今見てるよ、見てるんだから。私タマラマユです。マグカップとシンク逆だった、逆。マグカップとシンク好きだって思いました。もうねマーメイドなのよ、白でレース。白の習字は今年のあの書き初めなんです。選抜に選ばれて健やかに生きて、そしてみんなに恩返しができたらなって思ってます。今日はねすごい健やかでした。お利口さんにぜひなってください。全国のお利口さんが歓喜の涙、一緒にねなんかお祝いできると嬉しいよね。あ、行ってらっしゃい。そっか、もう8時から。私インスタグラムの持ってないから、もう誰かもう見たいって。死にお前嬉しい。生ドルいつか出たいですよ、憧れの番組です。確かにもうずっと、このさスタイリングほんと天才だよ。まゆちゃんの良さがすっごい出てるよ、オタクボイス。かわいい。かわいい。デートしてるのかな僕たちって。付き合ってるみたいな。これってさ、付き合ってるよね、これって僕たちデートしてるってことで合ってるよね。面白い。かわいすぎる。野球のユニフォーム着てました。おお、大人。髪の毛がまた可愛い。そう、私のファンの方をねお利口さんって呼ぶんですよ。もしお利口さんになってくださると嬉しいです。出てみたいですよ、ボーユーさんありがとう。きのこさん、ファンの方の総称をねお利口さん。おお、美しい。美しいね。
美しいね。ほんといいわ。でお利口さんなんてくれる、嬉しい。もうねウェルカムよ、ウェルカム。嬉しい。かわいい。青い空、青い海、白い眉玉。ああもうかわいすぎるでしょ。 YouTube もうね、いやーかわいい。でもさ、私こういうとびとびサービスとかがなかったらさ、私の好きなものについて語れてなかったからさ、嬉しい。とびとびで乃木坂46大好きな皆さんが来てくださって、私も好きな乃木坂さんについてお話しできることができて嬉しいです。ハウスはなかっぱ、はなかっぱダメよ。はなかっ、私はなかっぱの声真似がすごい得意なんですよ。確かに似てる。はなかっぱのアニメとか見たことありますか？あ、そうなの？同い年、そうなんだ。でもさ、4期生さんの中では最年長じゃん。かわいい。うん、確かにね。あ、ありがとうございます。あ、もう時間じゃない、8時。明日昼晩、そう、私もうこのカッパでもね、すごい得意なんですよ。語らせてくれてありがとう、聞いてくれて。確かにね、似てる。ちょっとなんか清楚なところとかは似てると思います。お箱って言われて、お話しするよ。乃木坂さんのこと好きなメンバーいっぱいいるから語ったりするね。アムフォーメーション天才じゃないみたいな、あの子が入らなかったの意外だねみたいな。結構もうそういうオタクな話ばっかしてます。部活サボってた、強い。大好き神崎バタロンさん、ハートありがとう。また見に来てね、嬉しい。お利口さんありがとうね。トレンドにもなった。部活サボってたの、青春。おおふ、かわいい。あーマジあらー、あちょっと戻る。私やっぱ結構透けてる系が好きかもしれない。5期生さんだったら富里奈央さんがね好きです。でもね、私もともと斉藤飛鳥さん推しなんですけど、山下美月さん、与田祐希さんはすごい好きですね。そう、深川麻衣さんとお誕生日一緒なんです。今いらっしゃるメンバーさんだとやっぱ3期生さんがやっぱりね特別かな。オーマイガーね。あ、またね。え、スケスケ好きだな。こう思う。オーマイガー、オーマイガーだよ。好きになる基準、わかんない。あ、でも4期生さんだったら遠藤さくらさんが好きかな。田村真由さんも好きだし、もちろん筒井あゆめさんも好きだよ。可愛いもんだって、あんな吹かない。海外旅行行ったみたいなエピソードを見て強いと思った。可愛いんだけど私も可愛い。うーん、一ノ瀬美空さん、ミーキュンキュンも私好きですよ。もう可愛くて、私もミーキュンキュンもう虜です。絶対私もうね、広島公演でミーキュンキュンしてくれたんですけど、ハマりました。大好き神崎バタランさん、ハートありがとう。重なっとる、マジ。カレン絶対もう見たい。足長。プリケツオフ、お肌も綺麗、かわいい。かわいい。いやー、ごめんなさい。にゃんにゃんにゃぎも好きだよ。にゃんにゃんにゃぎさん好き。みーきゅんきゅん、
ほんと似てる、嬉しい、系統似てる、かわいい。結婚ですか？お互いになってる。正吉さんいいよ、バンドエイドめっちゃ好き。結婚やないか。そんなところに座っちゃうの？どこそこ。初めて行った乃木坂さんのライブはそれこそ真夏の全国ツアー、あーやもかわいい、あーやをめでるみーきゅんきゅん、わかる。ゆみきさんも好き、セクタンさんも好き、うまいよきも好き、かわいいね、全部皆さん好きです。光たちうお、え光、えってもしかして、あどこだった、来てなかったかもしれない。あのね、そうヤフオクドームでした。いつだっけあれは、自己中じゃない、ん自己中か、自己中の頃ですね。肌様の次の全国、真夏の全国ツアー。君にときときめきめきときめいて、気持ちがそわそわするの、本当は黙っていようって、気に来てて、ツツツツツツツ、あ、わかる、伊藤まりかと、いやだろうが、え、伊藤まりかさんも私好きでしたね。あれ2018年か、もうすごい好きでしたね。そこが初めてのライブ参加でした。私山口県出身なんですけど、あんまり東京行けなかったので、全国ツアーにね、乃木坂さんが福岡に来てくだ、かわいい、え、かわいい、そう福岡に来てくださった途端に、 兄と兄のお友達に連れて行ってもらいました。だからやっぱ同級生とかで、そう好きな子あんまり、あの、え、わかる、佐藤理香さんはあのオーディションの時見てました、私。佐藤理香さんはずっと見てた、鶴折ってる、そう、え、いや好きな子いっぱいいたけど、一緒にライブ行こうって言ってなんかいてくれる子いなかったんだよね。そう、かわいい。でも結構誰だろう、ねえねえ明日のスケジュールは？マネージャーさんに、うーん、桜坂さんはあの増本キラさんをドロカツ時代からそれこそオーディション時代から推してました。あとは高坂まりのさんですね、はもうサンゴちゃん時代から、もうサンゴちゃんサンゴちゃんって私はずっと、もう子さんぶってんじゃねえよって感じだけど、もうめっちゃ好きでした。そう、めっちゃ好きだった。何？マジ？好きになってくれた。あやめ好きですよ。日向坂さんはそうやな。でも斉藤京子さんはすごい好きです。え、今日お誕生日なんですか？斉藤京子さん、もうでしょ。高坂まりのさんめっちゃ好き、かわいい。そう、そう、きらこさんも好きです。そうめっちゃ詳しいって言われてる。うーん、でもなみんな好きなんだよ本当に。そう、山口県出身、そう斉藤京子さん好きだし、でもトーク撮ってたのは斉藤京子さんとニブさんでした。そうなの、ニブあかりさん、私の兄がニブさん好きで、ニブちゃんニブちゃんって言ってて、そう、そっから、え、わかる。オーディションはもうショールームコメントしてた側でしたよ。リップ何使ってるのとか、そう、そうなんですね。小坂直さんも可愛くて綺麗で好き、ニブさん好き、一緒だ、一緒、私もニブさん好き、完全同じ、やばい。
遠藤さくらさんですか。バイ。私でもあの新規メンバー、あの乃木坂さん以外のあの新規メンバーさんはまだ終えてなくって、あんまり、そうそうなんですよ。もうみんな好き。井上里奈さんもね、え、髪の毛ボブにしたじゃないですか。最初長かった、もうめっちゃ昔の話ですけど、めっちゃ最初長かったのにめっちゃボブにして可愛いって思いましたね。まつりさんも、まつりちゃん、あ、でも私欅坂さん時代だったらあの本当渡辺梨香さんがずっと好きだった。ペイちゃんペイちゃんって言ってた私は。え、かわいい。かわー、ちょっとため息が出ちゃう。優しいね、かわいいか。ほんと確かに正源寺さんはねかわいい。うん、ほんとにシーラカンスのセンター、オーマイガー。あ、私この写真すごい好き。いちご、あー、そうなんだ、面白いんだ。い、今イギリスにいらっしゃるの。追いかけちゃおうかな。あおこは持ってないです。あおこってさ、どうやって作るんだっけ。あおこ、あおこってどうやって作るんだったっけ。あおこなんかさ、作り方、あ、こうか、こうだ。あおこ、いやー、なんか懐かしい、すごい好きでした。あ、短期留学中なんですね。そうなんだ。パン焼いてくださいね。うん、山口の血だからかな。かわいい。この格好をした天才、親指を外側に、し、君の肌にレボリューション。握手会とかいいですね。かわいい、かわいい、かわいい。あー、でも高根のなしこさんはももなさんがすごいかわいくて好きですよ。スパンパンやないかー。ごめんなさい、スッポンポンやないか。何ページ見てるの。もう結構最終、最終ですよ。かわいい。お、あともうちょっと、あ、終わっちゃった。あにゃー、にゃにゃ、おお、グアム、パラオ、いいな、グアム。何オフ、もう500オフでしたね。あ、遠藤理子さんめっちゃ可愛いって思ってました。あー、可愛かったです。落ち着け、スッポンポンやないか。夢中になってちょっと見ていました。あーね、ほんと、フェイバリットページ、あのウェイトレスの格好をしたるツインテールマユタンはすごい可愛すぎました。マユタンさん、ほんとはもうね、良すぎて。いちご食べてるカット私好きなんですよね。あー、山口県出身。しずきさん可愛いよね、好きです。おいらのスケジュールどいつ来るの。
ございます。エンリコクドリゴ、確かに、名前が似てるから私のこと、うん、配信はじ、見てくださったんですか、嬉しい。ひすきさん可愛くて、可愛い。私がじゃあ写真集出すってなったら、かき氷カット、かき氷食べてるカットがね、もし出せたら嬉しいよね。それがいいね。リコチ今日でファンになった、嬉しい、ありがとう。ファンになってくれて嬉しい。好きになってくれたの嬉しい。リコチ歌ってよ。歌うなら何が。じゃあ確かに、でももうこんな時間、私結構配信してませんか。何でから私配信をしているんでしょう。17時20分から。もうじゃん、やばい、もうじゃん、もうじゃんとは。じゃあ1曲だけですよ。フリップをさ、うん、こんなに皆さん温かく、温かい皆さんが配信来てくださるって思ってもなかったからすごい嬉しい。もう3時間ですよ。ウッポさん、ミラボありがとう。私お一人様天国さ、まだ歌えないですね。なんかフォーユーさんハートありがとう。私結構長い配信が好きです。人生方向音痴さん、ミラボありがとう。フリマロバカさんハート、ウッポさんもミラボありがとう。すごい、浦部さん、たい焼きありがとう。ツーデスさんありがとう。大好き、神崎バタロンさん、氷ありがとう。あ、確かにガールズルールは今私たち全国ツアー STU でやらせていただいてるんですけど、その時に歌わせて披露させていただいてます。じゃあガールズルールですね。広島、あ、じゃあ皆さんに最後の一曲、最後の一曲、最初で最後の一曲です。広島さわてー、めっちゃ好き私この、これ大音量にしたい。お、来た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 、もうこの煽り大好き。海岸線をバスは進む、空は高気圧、これが最後の夏だから、部活のメンバーと思い出作りの合宿、前回にした窓から潮風に乗って、波音が近づいてくる、バスタオルを巻きつけて、10秒で水着に着替えよう、なんでも見せ合える仲じゃないか、ワンツースリーフィーツワン、女の子たちは真夏に恋して卒業してゆく、ガールズルール、彼を好きになって、一緒にいつも泣いたり喜んでくれたね、ガールズルール、パパやママに言えない秘密の話いっぱい、この海に流したら忘れよう、いつか今日を思い出すまで。嬉しい、ニコチコール嬉しいです。水色と黄色がペンライトカラーです。すごいコールさすが。真っ白な砂浜、青い海の色、青春は青春
歌番組とかでアップになるメンバーさんが。さあいつも坊主だからさ、坊主が屏風に描写に描写に絵を描いたの坊主だからさ、ちょっとあれだったかも、お問われしてたかも。皆さん工藤理子のガールズルールを聞いていただきありがとうございました。すごい嬉しいです、たくさんの方に見ていただけてすごい嬉しい、ありがとうございますね。ね、ギフトもすごいたくさんいただいたよ。え、なっちゃん、コンコン、せいじさん、ミラボー、フォーユーさん、小型ペンギンさん、浦部さん、はじすけさん、おりちゃん、神崎バタロンさん、フォーユーさん、ホワイト、チコガチさん、ビッグボスさん、浦部さん、山猫坊主さん、人生方向音痴さん、コンコン、ツーデスさん、ホワイト、チコガチさん、ホーリーさん、ツーデスさん、ホワイト、チコガチ、すごい、はじすけさん、ビッグボスさん、ストーチのお日様さん、なべなべ所長、カズさん、嬉しい、フレマロおバカさん、ミラボー、シャンくんさん、ペライト、おりちゃん、小型ペンギンさん、ビッグボスさん、人生方向音痴さん、浦部さん、ありがとう、ミラボー、嬉しいです、たくさん、シャンくんさん、ペンライト、嬉しい、ありがとう、小型ペンギンさん、ペンライト、ありがとう、はじすけさん、バディーズさん、ズーデスさん、ホワイト、チコガチ、瀬戸内の質問さん、なべなべ所長、たくさん、ギフト嬉しい、カズさん、ミラボー、なべなべ所長、ビッグボスさん、マスタングさんも、ミラボー、たくさんありがとうございます、きよしさんも、ハーさんも、ありがとう、フォロー嬉しいです。開幕鼓膜いきそうでしたか？ありがとうございます。ごめんなさい、本当に。ありがとうございます、皆さん。私の配信見ていただいて、こうやっていっぱい皆さんが来ていただけて、とっても盛り上がりました。ありがとうございます。ね、そうです。私は、月に1回、感謝カラオケ配信をね、しているので、もし皆さん、こっちいいなと思ったらぜひルームのフォローしてくださっていてくださると、していてくださると、そういう時もね通知が来て、ああ暇だから見てみようって時にもしかしたら皆さん喜ぶ配信ができてたらなと思うのでよろしくお願いします。サミーさん、レインボースターありがとう。確かに、すごいたくさんねミラボー投げてくださってありがとうございました。フォロー嬉しいです、ありがとう、ありがとう、フォローしたよ、ありがとうございます。ぜひルームのね、ルームのフォローもなんですけど、ツイッターも X かレッツチコチコっていうねアカウントでやっているのでお得でしょ。そう、ぜひツイッターの方もフォローしていただくとちょいちょい私がツイートしているのでよろしくお願いします。ねえ、私もすごい STU も好きだし、乃木坂46さんもすごい大好きなので、こうやって皆さんとねなんかつながりを持ててすごい嬉しいです。ありがとうございます、ありがとう。これから21時はね七並べっていうゲームもしようと思っています。2つともフォローしてありがとうございます。行きたいぐらい。X のフォロー、そんなすごいたくさんの方がフォローし
してくれたの？わあ、本当だ。本当だ。なんか嬉しい。ありがたい。嬉しいです。すごい。え、工藤理子とかも調べてみたらすごい、なんかいっぱい皆さんが、すごい、なんかそんな風に、恥ずかしい。なんかみんなが言ってくれてる。嬉しいです、工藤理子ちゃんに飛ばされたみたいな、この話してるみたいな。すごい。ありがとうございます皆さん、嬉しいです。 X の方でもいっぱい絡んでいただけると嬉しいです。じゃあこれから私はお風呂に入ろうかな。ありがとう。え、ありがたい、本当にありがとうございますね。お利口さんになってくださると嬉しいです。じゃあまた明日。男女の方をお呼びいたしますね。39位から埼玉ハゲてるさん、二の丸さん、みきお先生、孫悟空さん、くにちゃん、そのみさん、きよしさん、ずーですさん、渡辺さん、たかひろマックさん、のれみおさん、ましょさん、みやみやみやさん、おりちゃん、フォーユーさん、大好き神崎渡郎さん、バディーズさん、ルーカスさん、ぼやっきーさん、おたあめさん、けいせきさん、マスタングさん、なべなべ所長、チキン野郎7人のおバカさん、カズさん、ホワイトアチゴガチ、山猫坊主さん、はしもっちゃんち、フリマロおバカさん、ストーチのひさまさん、ウッポさん、コンコン、人生ほこんちさん、そして本日の秋元先生枠は、浦部先生でした。ありがとうございます。せいじさん、小型ペンギンさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ、第3位は、やすくんでした。やすくん、ありがとう。小型ペンギンさんもタワーありがとうございます。お礼させてください。そしてやすくんもタワーありがとうございました。またお礼させてください。そして第2位は福ちゃんでした。福ちゃんもタワーありがとうね。またお礼させてね、ありがとう。そして第1位はバリーさんでした。バリーさんもありがとうございました。今飲み会に行ってるのかな。ありがとうございました。ジョージさんお疲れてありがとう。カズさんもお疲れてありがとう。皆さんありがとうございます。すごい、いつも残っていてくださるのすごい嬉しいです。お利口さん天国に来てください。ぽゆさんありがとう。じゃあ皆さんまたね、メールいっぱい送ろうと思っているのでよろしくお願いします。じゃあね、配信見てくださってありがとうございました。私も楽しかった。ひとちのひさまさんありがとう、ありがとう。じゃあこの後はえいえいお風呂でいきましょう。それではいきますよ、せーの、えいえいお風呂、健やかに。えいえいお風呂、お風呂入ってこよう。いっぱいちょっとデトックスしたいなと思ってるので、デトックスしまーす。えいえいお風呂、健やかに、健やかに。またメールで送るね。えいえいお風呂。またねー、お風呂配信センキュー。じゃあねー、お風呂切ります。